それに4回やった時に4回目もちょっと痛くなってきて。え、それ自分がつけてやったの毎回。え、自分がつけてブリッジしたの。どういう意味ですか。はい、ゆうかさんどうしますか今日は。ブリッジして、はい、なんだっけ、赤紫、うん、赤紫、はい、ブリーチして赤紫で、この根元を、根元ちょっと見せて、根元をブリーチして、うん、はい、これ何回抜いてるの。これ4回です。でも今日は、はい、紫っぽい感じにちょっとトーン落とすから、ブリーチ1回でも一応許してくれるということで、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、ということで皆さん、ブリーチを1回のブリーチでここをリタッチしてからカラーを塗ります。はい、毛先すごい。でも痛んでますか。まあ、ね、4回やれば確かに、さすがに痛む。でも綺麗に抜けてるよね。抜けました。ね、いい感じ抜けてますね。それは、なので、まず皆さんブリーチをします。そして、ピンクパープルの、まあ、グレージュっぽい感じのカラーに染めていきたいと思いますので、仕上がりを皆さん期待しておいてください。ということで始めます。撮ります。はい、アパマンショップのなんか上って書いてたけど、アパマンショップいっぱいあるのでびっくりしました。そう、アパマンね、フランチャイズなんだよね。もう4つぐらいありません？ 4 つぐらいある。ここもあと向かいあるからさ、向かいの方に間違える人多いんだよね、結構。すごい。そう、ブリーチします。このコームでやると楽です。そう、結構ねみんな間違える。アパマンって書いてるから向かい側のなんか入っちゃったりとか、うん、なんかでも歌屋の向かい、ほとんどの歌屋知らなかったでしょ。知らないです。何が来ないの。歌屋さんの人に歌屋どっちですかって聞きました。ウィパーだったらさ、JR 車ないの。結構免許ないんですよ。免許持ってないの。取る気もないです。結構バリバリ免許取った方がいいんじゃないの。あと物運んでるとかすると大丈夫。いや、免許多分取れないです。トンネルとか怖いです。車にずっと乗ってられないの。乗ってられないです。広い車じゃなくて辛いです。軽とか。いや、もうダメですね。あとなんかどうなの、パニックなの。でもなんか苦しいの。圧迫されてきてすごいなんか気持ち悪くなってくるんですよ。一番やばいのはあの地下駐車場です。もう出れないくなりそうな気がして、パニックなの。セグウェイ欲しいですか。あ、セグウェイいいよね。分かる。あれ、そうなんだ。結構スピード出るし。セグウェイか。セグウェイ。地元で乗ってたじゃん。あ、そうじゃない。いや、本当コンビニまでめっちゃ5キロぐらいあるから。それセグウェイで行ったもんね。高都市牧場でセグウェイ行ったから、すごいね、スピード、なんかリミッターかかってきた。高都市牧場セグウェイありますよね。あれあれ、結構スピード出るよね。行ってみたい。ミニクーパー乗りそう、俺。似合いそう。ミニクーパー似合わないよ、スピード。あとあのバスのやつが似合いそうです。何それ、あのなんかバスみたいな、あの、なんていうんですか。バゲバス。あ、そうかも。それ、飛んでるかも。ポスターとかで、あの、ある赤とか黄色とかで。ワーゲンバスみたいなやつ、うん、なんか偽物が前に乗ってたワーゲンバス。本物だとなんか壊れるかな。鬼神社のお祭りって道路でやりますか。うん、そうそうそう、ここら辺全部ですよね。あ、来たことある。来たことあるんじゃない。高校の時に自転車で来た。自転車かい。はい、自転車で来たの。自転車で来れるか、頑張れ。いつも東札幌から。え、だってあの遊び市まで自転車で行きましたもん。相当すごいね。もし
知らないです。ロッククライミングは好きです。ロッククライミング好きなの？ありますよね。いいやつでたまに行きます。やんの？できんのそれ？あれめっちゃ好きなんですよ。できんの？できます。負けず嫌いなんであれ根性あればできますよ。そういや、そういう問題じゃないじゃない。結構あれ簡単に。できるんだ。それは、気にすぐらいかな。大丈夫？いや、大丈夫ってか、俺的にはなんかそっちの方が、なんか親近感を受けた。いや、変わってないですよ、私。あ、分かった、年齢的な問題じゃない？ここのさ、何年かでさ、大人になったじゃん。うん、そういうことかもしれない。うん、多分。いいことですね。うん、いいことだ。でも、年は変わってないよ。え、でも絶対頑固ですよね。いや、全然。いや、絶対頑固だと思うんだけど。そんなことなんでもいいよっていう感じ。でも本当はいいと思ってないですよね。いいよ。でも別にいいかなと思って。いや、なんでもいいよ。適当。なんでもいい。いいよって感じ。そんな怒らないんですか？そうだな、あんまり怒らないかもしれない。日に日に深酔いってやばくなってきました。年を取るごとに。これからでしょ。今二日酔い結構やばいですか？全然。え？もう二日酔いならないか。あ、昨日は飲んでないもん。さっきあの車で行ったから。あー、ウーロン茶って飲んでないし。飲み屋に行って飲みに行って二日酔いにならないですか？そう、だって酒弱いもん。そこまで飲めない。二日酔いになりたいけど、そこまで飲めない。お酒が合わないんだよ。いつも何飲んでるんですか？カシオメとか。ね、ウーロンハイしか飲めませんけど。かわいいっしょ。ビールは全然飲めない。ビール飲めないもん。ビール飲めない。ビール飲んでそうなイメージだったのに。ビール飲めないさ。ビールなんか飲んだら痒くなっちゃうんですよ。痒くなっちゃうんですか？そうそう、アレルギーなんで、ね、飲めない。ウーロンハイは大丈夫。ウーロンハイ大丈夫。全然飲めない。ウーロンハイとかテキーラとかは飲めない。テキーラは飲めるけどビール飲めないって。ああね、俺も面白い。そこは謎なんだけど、俺も分かんないかな。今、ブリーチして、今日のカラーはですね、スローの V8 と R の8ですね。R じゃない、P の8か。ピンクの8と V の8を1対1で、ブリーチ後にシャンプー台に今つけました。で、そのシャンプー台につけた残液に対して、これが、根元ちょっと暗くしたいので、ブラウンをちょっと足して CP の6、グレーカラー用なんですけど、これを、残液に 20% 足して、これを根元塗っていきます。で、根元を塗ることによって、これで塗ることによって根元ブリーチが、1回しかできてませんので、これで根元の暗いのからつながって、あまりリフトできてないブリーチのところをごまかせるかと思うので、 CP の6を残液に混ぜていますね。 20% で、まあ、スローの、まあ、いいところは、スローの P もスローの V も、まあ、ちょっとくすませるカラーが入っているので、なので、まあ、通常のビビッドな色じゃなくてちょっと寒色寄りになってくれるのが、まあ、結構使いやすいかなと思います。ただ、まあ、スローは結構他のメーカーから比べると僕は結構使いやすくて使ってるんですけど、染料がちょっと物によっては薄かったりするのでちょっと物足りない場合があります。結構ハイトーンに使うのは結構いいんですけど、たまにちょっと足りないなっていう時は、他のメーカーの、アクセントカラーをちょっと混ぜておきますね。ブリーチ後のトナーなんですけど、結構耳上のとこですね、この耳上のあたりが結構濡れてなかったりすることが非常に多いね。まあ、ブリーチ維持もそうなんですけど、結構この耳上のところがちょっと塗りムラが多い場所なので、皆さん気をつけてください。4回目ちょっと痛くなってきます。先生、自分がつけてやったの？毎回
ジャーラつけてブリーチしたの。ジャーラからこうやってペタってブリーチしたみたいな。4回そうです。え、ジャーラ開けなかったの、ブリーチするとき。え、マジ。え、ブリーチするときさ、うん、若干根元何ミリか開けて塗ったりしてないペタってなった、覚えてない。いや、なんか、うん、あと2回目までは根元やってないんですよ。でも3回目からね、ああベタってつけた。はい、4回目ぐらいになって。いや、それはその上にまた色のっけたの。そうです。それめちゃくちゃ痛かった。痛かったです。え、今痛い、これ全然大丈夫です。それは痛いわ。剥げるし、それ。それでなんか、それやばい、いや、ダメだ、この色もうちょっと色濃くするとか言って、もう一回やる。またやったら、また痛いそれは痛いわ。かいってめっちゃかゆってなりました。そう、あ、皆さんそうです。これは今非常にいい件なんですけど、別にこのやったところが悪いっていうわけではなくて、それはそれでいいんですけど、僕はブリーチは、そう、ブリーチコームみたいなのをさっき使ってたの分かるんですけど、ゼロテクにしやすいコームだとね、やっぱりコームのハケで塗ると、あの、塗る時のポイントとしては、今ちょっとこれをベタってつけてますけど、ブリーチだったら波形の角度なんですけど、波形を立てると、どうなるかっていうと、ちょっと頭かりますね。はい。そうなんです。実は、じゃあここのパネルを塗ろうとした時に波形を立ててしまうと、こっちについちゃうんで自分につくんですよね。こうやって塗ると。なので、V 字の時とか、もしハケで塗りたい方はステムを90度にして、あの、ハケを寝かせるんですね。こういう風に立ててしまうと、こういう風に、あの、薬が入ってしまうので、絶対地肌についちゃうんですよ。なので、なるべくもう本当に置いていくような感じですね、 V 字の場合は。だからなるべくもうハケは使わないっていうか、このハケのここの面を使ってこうやって置いていくような感じで塗っていかないと、あの、地肌についちゃうんですね。なので、それがまあ僕はめんどくさいので、さっきのブリーチコームっていうのがあるので、さっきのブリーチコームでこうやって塗っていくと、通常のリンクコームと違って、より塗りやすいっていう感じです。なんで3回、4回ブリーチしてもそんなに痛くはならないので、結構回数重ねるとだよね。なんか嫌な痛さだよね。なんか、何だろう、我慢はできるんですけど、結構やばいよ、帰ってから本当にすごくない。これ今大丈夫？今大丈夫です。あとこのトナーはやっぱり根元、これはまあ開けて塗っちゃうと、やっぱり根元のほんとちょっとのところが染まんなかったりするんで、これはちょっとね、量でちょっと塗っていく必要があるんで、これは地肌つけないとダメなんですけど、まあ、ブリーチ剤もなんかいろいろ混ぜて傷まないでできるっていうブリーチ剤も出てはいるんですけど、まあ多少はいいとしても、夏のうちやっぱりトーンアップしてるんで、絶対後で傷みます。なんかいろんなの出てるんですね。結局え、ないんですよ。ちょっと痛み弱くするやつとかはあるんですけど、でもね、結局は後で、その時はね、ちょっとさらツルツルになるんだけど、後々質感が結局傷んでんじゃんっていう話になっちゃうんで、であと結構スローのグレーカラーはハイトーンの時に使えるんですよね。で、通常のグレーカラーって赤みが入ってるんですけど、スローのグレーは赤みかなり抑えてるので、ハイトーンの、サイドをこうちょっと低くしたりとかするときにグレーは使えますね。なんで今根元ちょっと使ってるんですけど、あと最近アプリエも結構好きで、今日はちょっとアプリエ使ってないんですけど、アプリエさんのカラーもちょっと最近は使うようにしてます。なんかちょっとアプリエ若干やってるところが少ない気がするんですけど、使い方によっては結構いいので、色がやっぱり綺麗な色が出るので、こう眉拭きます。
が強くなる。普通に2億